美濃斎藤家マムシ斎藤道三を当主として着々と半島を広げるその家に一人の青年が仕えている。青年の名は明智十兵衛光秀。彼は道三のもと美濃の安寧を保つため力を磨き続けていた。天文十八年、斎藤家は南に隣接する尾張の織田家から突如侵攻を受ける。若き当主信長率いる織田勢の激しい攻め手に抗するべく、道三は光秀ら家臣に出陣を下知した。光秀編第一章、砲火、美濃防衛戦。使命を果たす。織田の手勢が間近に迫ってきたか。急ぎ打ち払わねば。うつけ殿の攻め筋いかほどか。お手並み拝見といこう。みんなまずはあの砦を奪い返そう。稲葉山城は僕たちの手で守るんだ。安兵衛はこたびの戦の要、道三様同様倒されるわけにはいかない。あの雑兵どもめが数に物を言わせおってからに。味方が危機に瀕しているようだ。助太刀に行こう。みんな進め。美濃に武名を轟かせるのだ。さてどう出る。まぶしよう。うむ、上々上々。上々、引き続き猛攻を浴びせてやれ。目障りな織田は残らず穿ち抜かん。織田信長、うつけと評されし男にこれほどまで深く攻め入られようとは。青二歳の割にはやりよるわ。だがこの城ただのうつけには落とせぬぞ。おお、援軍感謝いたす。共に織田を打ち払おうぞ。まだ強くなれる。この一帯の脅威は払えたようだ。弓兵のみんな、用意はいい？崖下の敵を穴だらけにするよ。
獣王の軍勢を払えば戦況を変えられよう。いかな強敵とで切り伏せねば。斎藤の奴らも気合入ってるじゃねえか。だがな、これ式で倒れるマタタじゃねえぞ。本田平八に任せとけ。そりゃ攻めろ攻めろ。織田の攻め手が緩まないと思えば、あの砦から増援を呼び込んでいたのか。前田利家、お前は槍の名手と聞くが、美濃まで俺の武名が轟いてるとはな。なあそうだ、槍のマタタとは俺のことよ。多様な名手と一戦交えられること光栄に思う。いざ尋常に勝負。俺の力の礎となれ。かなう相手ではなかったか。お見事にござった。俺の全てで。見せてやる。ここを取る気か。そうはさせねえ。俺を信じる主の顔に泥塗りたかねえからな。織田の前線が突き崩した。今より反撃に転じる。斎藤の攻勢が強まったらと穏やかではいられないな。予想以上に速い。私が本陣を守護いたします。開門。本陣までの道、立ち塞がる将は残らず払うのみ。斎藤の軍師のようだ。打ち取ってしまえ。見つかっちゃったか。対処しないと安心して策を打てないな。斎藤の奴ら攻めに転じたか。なら俺はその間に緩んだ守備を突き崩すとするかね。開門。奴ら手薄な用地から攻め入るはるか。至急食い止めねば。くっそ、お前強いじゃねえか。すまねえ竹千代。砦の奪取に成功した。織田の増援も差し止められたようだ。どうやら敵方にも腕が立つ者がいるようだ。脅威か否か、俺自身で見極めるとするか。信長殿、兄上の邪魔はさせません。聞いてください。お前は信長の弟か。信長と比べ随分年若いようだが。違います。弟だなんておこがましい、私は三河の徳川家康。いざお覚悟。わしと手合わせをしようもうか。信行、お前に俺の妙案を伝えておこう。耳を貸せ。兄上、いささか無謀では。はい、いざ承知いたしました。殿の腕ならば当然ゆえ。かなう相手ではなかったか。本陣への道が開けたようだ。これで総大将の間近に迫れよう。斎藤ごときにやられる我らではない。来い、帰り討ちにしてくれる。開門。さて俺も出るか。敵本陣を落とせば親父も俺を見直すだろう。斎藤義辰め、
気で特艦とは舐めおって返り討ちにしてくれるわ。ああ吉立様、独断行動は控えてってあれだけ言ったのに。早く援護しないと。よし、敵を引きつけた。あとは時を稼げばこれでいいんですよね兄上。本陣に信長がいない。奴は一体どこに。会いたかったぜ御大将。その首鬼柴田がもらい受ける。織田の侵入にここまで許そうとは。だがこのマムシの頭そう安くは落とせぬぞ。私だって立派に戦ってみせる。絶対負けないんだから。おなごながら鋭き気迫。もしや信長の妹君か。その呼ばれ方は好きじゃないの。私のことは一って呼んで。我が名は明智十兵衛光秀と申す。ではお市殿、いざ尋常に参る。本陣は制した。信長を倒さればこの戦は終わらないだろうな。なあ今日が覚めたぜ。信行、敵の誘引ご苦労。この隙に俺が敵陣を切り崩す。本陣はおとりだったのか。その大胆さと度胸、敵ながら恐れいる。出過ぎては危のうござるぞ。さて次は崖下に控える斎藤の将来を片付けるとするか。斎藤家家臣明智十兵衛光秀と申す。いざ尋常に。長い。こう止めたか。無作法だ。この石頭は、このうつけは俺が切る。奴の力、他の将来とは比較にならない。ならば俺も死力を尽くし相対せねば。そのうつけた戦ぶり、織田家当主信長殿とお見受けするか。まだ名乗りにこだわるか石頭。いかにも俺が織田信長だ。俺の全てで俺の力の礎となれ。相手ではなかったか。なんと見事な。身に刻め。この信長に土をつけるか。面白い男だ明智光秀。いずれまた会うこともあろう。待て、取り逃がしたか。織田信長、そこ知れない男だ。
今回の苦戦は僕の力不足によるものです。申し訳ありませんでした。そう言うな、ハンベ。お前の策に穴はなかった。トガならば織田の勢いをしのぎきれなかった俺にもある。揃いも揃っておじけづきやがって。うつけ程度に何をそこまで。お言葉ですが、奴のひらめき、短気は一方ならぬものです。うつけと見くびっては足をすくわれかねません。それに俺はおじけづいてなどいない。次こそは俺の刃が勝ってみせます。良いぞ、光秀。それでこそ美濃のマスラオよ。皆も来たる戦に備えて修練に励むがよい。要件は何？そうせくでない。機長、お前は織田に嫁げ。わかったわ。やれやれ、相変わらずすげない愛娘だの。務めを果たせよ、機長。